皆さんこんにちは、一品館の清原です。それではね、TIAC TN400BT ですね、これは SE ですけども、現在 X になってますけども、アナログターンテーブルとしての性能は全く同一で、まあ、Bluetooth のバージョンが X で引き上げられたというだけなので、事実上音はこれと同じです。こちらはですね、市場売価が約6万5千円のモデルですね。ターンテーブルはアルミダイキャスト、ベルトドライブ、これはですね、ツキータ仕上げの MDF ですね。単板ではなくて、中身は修正材というか、細かい木をですね、こうギュッと固めた MDF というボードなんですけど、その上に天然木のツキータが貼ってあると思います。まあ、このティアック、これは多分レーザーで焼いてるんでしょうけど、なかなかおしゃれですね。回転はですね、33、45に加え78回転が使えるというのが特徴になっています。ワウフラッターは 0.2% と、これは、TN3BB のですね、 0.1 よりもちょっと悪いですけど、まあ、ワウフラッターが音質になんてほとんど関係しないので、まあ、よほどもう音が揺れるなんてことがない限り、ワウフラッターはほとんど問題にならないと思います。カートリッジがですね、 ATVM95E ですね。なのでカートリッジはTN350 と同じものになってます。カートリッジの性能だけでいうと TN3BB が少し上質なものが使われている。適合カートリッジは4から8グラム、深圧が0から5グラムの範囲で使えます。幅が420、奥行き356、高さ117というのは、これ3機種共通ですね。こちらは Bluetooth がついております。はい、ということで、まあ、これを聞いていこうというふうに思います。では早速、山下達郎さん1曲目から聴いていこうと思います。まず1曲目ね、山下達郎さんのボーカルを聴きましたけど、これはもう本当に1曲目を聴く限り TN350、 T
TN3BB、 この TN400BT のですね、音質差はもうほぼないというふうに言っても差し支えないと思いますね。傾向としては TN350 がボーカルがやや強めっていうか抜けてくるので、あの歌を聴くには非常にいいんですけども、この TN400 と、TN3BB ですねは、あの伴奏のところがよりあのしっかり出てきて、ボーカルちょっと奥まってる感じはあるんですけど、あのデリケートさはね、あの良くてちゃんと細かく出てますから、そこはいいかなと。で、あの TN3BB とこのあの TN400BT はですね、若干こうボーカルがスモーキーに感じられるんですけど、それはね多分ね、このあのターンテーブルマットフェルトのあの音色じゃないかなっていうふうに思います。でティアクからはね、あの和紙を使ったあの約1万円弱のターンテーブルシートが出ておりますから、まああれはですね、僕があのすごく好きなあの紙にですね、コルクのリングを巻いたリングマットっていうねターンテーブルシートがあって、それはもう現在入手できないんですけど、まあそれを見ていてですね、日本には和紙があるから和紙を使ったターンテーブルシートを作ればいいよというふうに、あのティアクの方に進言してですね、それをあのティアクが現実に商品として、まあ、世界的に非常に売れてヒットして良かったなと思っているんですけど、やはりそれはあの紙なので、もう少しあのフェルトよりは芯がはっきりした音が出ますからね、あのもし音の芯をもうちょっとはっきりしたい、ボーカルを前に出したいということであれば、ティアクのですね、あの和紙を使ったターンテーブルシートを購入してお使いになられてはというふうに思います。それでほぼ解決するんじゃないかなという気はしてますけれどもね。では次2曲目ですね、スティービー・ワンダーのですね、パートタイムラバー、こちらを聞いていこうと思います。2曲目のねパートタイムラバーを聴いてました。まあこの曲はね、あの比較的こうボーカルの抜けもよく、低音も弾んで楽しく聴きましたね。で TN350 とですね、TN3BB、 そしてこの、TN400BT のね違いはね、あのイントロのところのあの主旋律をあの奏でてるシンセサイザーだと思うんですけど、キーボードのねピューっていうようなあのバックで流れてる音がですね、よりあの繊細でなんか存在感が大きいというか、こう美しい。 TN350 だとややそれがあの濁ってるとは言わないんですけど、あの透明感がですね、 TN3BB とこの TN450BT の方が透明感が高いという印象はあります。まあ、その違いぐらいで、あとはもうそんなに
違いはもちろんあるんですけども、まあ、どれを聞いてももしブラインドですり替えられたら多分僕は分からないんじゃないかなっていうぐらいの差でしかないんじゃないかなっていうふうに思います。ではね、次は3曲目クラシック展覧会の絵、こちらを聞いていこうと思います。展覧会の絵を聞いてました。中低音がね、非常に充実してて、立体感も良くて楽しく聴けるんですけれども、ストリングス弦がですね重なったところで の分解能とか SN 感、これはね TN3B が一番良かったですね。だから TN350 とこ の TN400 はですね鳴り方がかなり近いように思います。どちらにしてもね、音楽を楽しく聴かせてくれるっていうことは3機種ともに共通しているので、これは随分立派だなというふうに思います。このクラスのねプレイヤーでここまでの音が出れば全然問題ないと思いますし、あとはやはりこの突き板を使ってるっていうね贅沢さっていうのもありますから、まあ、本当にこの3機種っていうのはこの外観の仕上げの好き嫌いで選ばれても性能的にはもう拮抗していてそんなに違いはないのかなというふうに思いますね。でカートリッジの方なんですけれども、TN350 が VM100 かなが付いていて、
で、TN3B とこの TN400 にはですね、VM95E というものがついてます。でどちらもですね、1万円弱の1万円以下のカートリッジなんですけども、1万円強のところにですね510です、520ではなくてね、510というあのモデルがありますから、まあ、もしカートリッジの交換を考えていらっしゃるんであれば、この95から ATVM510 ですね、そちらの方に変えられたら同じバランスで、あの一段と音が細かくてグレードアップが実現すると思います。あと、まあ出力ケーブルやアース線を変えられても音はどんどん良くなっていくと思うので、そういう発展性も含めて非常にいいのかなと。あとこのモデルだけがですね、あのセミオート、最後まで行くとアームが上がるので、そういうあのレコードを聞いていて寝てしまった時の安全性なんかも考えた場合ですね、あのこのモデルがいいのかなというふうに思いますね。はい、ということでですね、次はですねマイルズ・デイビスさんですね、こちらを聞いていこうと思います。マイルズ・デイビスさんのね、ベイズン・ストリート・ブルースですね、聞いてみましたけど、やはりね、あのウッドベースの鳴りがあの TN3B の方が明瞭度が高かったですね。で TN350 とこの TN400 はですね、ウッドベースのところがちょっとやや濁ってしまうっていうあの違いはありました。やはりあの性能としては、あの現在比較している3機種の中では TN3B がですね、あの頭一つ抜きに出ていた、これはもう間違いないのかなっていうふうに思います。でもあの音楽を聴いてる時の楽しさっていうのは、そういうあの細かい音の聞き比べ、私が今やってるみたいなあの細かい音の聞き比べっていうのはやりませんから、あくまでも、ピアノ、ウッドベース、ドラム、トランペット、この絡みで、あのトランペットの細かいあの変化とか、音楽のニュアンス的なものを聞いていくので、その違いはそんなに大きくないかなと。でもやはりあの今聞いた中では TN3B がですね、音に深みはあったというふうに思いますね。これはあのその間違いはないと思います。ただその違いなんですけれども、ここでははっきり出ますし、私ははっきり聞き取れると思うんですけれども、一般的にはあのほぼ差が出なかったり逆転したりするレベルの話なので、やはりこの、 あの機能や外観で選ばれればいいんじゃないかなというふうに思います。では最後ね、アンバートンさんのボーカルを聞いて、今日の収録はこれで終わってですね、次回ですね、明日ですね、あのより本格的なですね、TN4DSE64000 ダイレクトドライブで、カートリッジもあのスミコのですねオイスターというあのちょっといいものがついてる、それとあの TN5BB というあの177,000ベルトドライブなんですけど、オルトフォーの 2M レッドなんかがついてるですね、でバランス出力もあるより本格的なもの、これはですね明日ですね、聞いていこうというふうに思います。ではね、最後この TN400BT でですね、アンバートンさんのですね Dream a Little Dream of Me ですね、こちらを聞いていこうと思います。Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in a sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you.While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this, sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be,
dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, still sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. 最後にね、アンバートンさんのボーカルを聞いてみましたけども、やはりTN3B の方がですね、よりあの音が細かくて性能は高かったというのはこの曲でも確認はできました。でも再三言っておりますけど、そういった差はですね、ごくわずかなことですし、きちっとセットアップされたオーディオで、ちゃんとしたレコードを聞かないとわからないと思いますので、まあ、この今日テストしたですね、3モデルですね、これはもう本当に、機能の違いでね、お選びになられたらいいんじゃないかなと。でまあ、TN350 ですね、一番安いやつでも音は十分だと思いますし、もう少し音質を本格的に望まれるというのであれば、1万円高い TN3B ですね、こちらがいいと思います。で、まあ、Bluetooth がついてて付き足し上げで美しいということであれば、この TN400 を選ばれればいいと思いますし、でフルオートですね、オートが欲しいということであれば、アオディオテクニカのですね、ATLP3BTX、こちらを選ばれれば、まあ、どちらは、どのモデルを選ばれても、十分にレコードのですね、良さっていうのを出してくれるので、高いデジタル機器と比べても、あ、レコードってやっぱりこういう良さがあるんだなっていうのは実感していただけるというふうに思います。ではね、上級モデルの TN4D と、TN5BB をですね、聞いてみたいと思います。では引き続きご視聴の方よろしくお願いいたします。